オリンピックのリングだよ。あれは東京のオリンピック競技場。大きいでしょ。新国立競技場といって新宿にあるよ。あそこで陸上競技開会式、それから閉会式もあるの。今年の夏は世界中のアスリートが東京でオリンピックとパラリンピックに参加するよ。オリンピックのシンボルは分かりやすいね。ピエールとクーベルタンさんがデザインしたんだって。それぞれのリングはね、アスリートが参加する5つの大陸の1つを表してるの。私はここに入れるから。あれ、ちょっと待って。耳をこうやって押し込んだら、ほら、私はオリンピックバニーだよ。オリンピックバニーになろうと思ったらウォームアップしなくちゃね。一緒に体操しよう。1、2、3。あ、待って、これはウルトラマンだよ。ノーノー、代わりにストレッチしてみましょう。動けない。とっても軽くなったよ。レッツゴー。東京でオリンピックが開催されたのはこれが初めてじゃないの。これは1964年の東京オリンピックの時の聖火台。このオリンピックはアジアで開催された初めてのオリンピックだったの。坂井義則さんが聖火ランナーに選ばれたのは広島に原爆が落とされた日に生まれたからなんだって。原爆の犠牲になった人たちと世界平和を呼びかけるためだったの。1972年の札幌での冬季オリンピックはアジアで初めて開催された冬季オリンピックだったの。札幌は東京のずっと北にあって北海道という島にあるの。冬はすごく寒いからクロスカントリー、スキー、ユーリアライス、あ、つまりフィギュアスケートに、あー、札幌に行きたいな。勇気がいっぱい。今年の夏のオリンピックが楽しみな人はいるかな。私、バイバイ、またねー。